バリリュウジだと。でもなんか厳しいキャラクターとか結構ほとんどみんな厳しいあのチョンチョン感じた、はい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 、あれがもう頭にきます。メインスプレスで100キロというとどのぐらいの難易度になるのか、一番大きな壁です。メイン先生に100キロお手本を見せていただきましょう、はい、おお。皆さんこんにちは、ロート G の時戸でございます、本日はですね、渋谷にありますディフィニッションジムさんに来ております。こちらの方で筋トレ企画を行う予定なのでありますが、なんと本日超スペシャルなゲストの方にお越しいただいております。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ケイン小杉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。僕世代の方はですね、ケイン小杉さんのことをもう皆さん知ってらっしゃると思います。スポーツマンナンバーワン決定戦ですね。スポーツマンナンバーワン決定戦で芸能人部門を連覇、確か3連覇ですよ、ね、あ、そうです。3連覇されて、でさらにはプロスポーツの選手と一緒になってこうなるプロスポーツ部門でも優勝されるというですね、そんなお方が今回お越しいただいていただきました。いやいやいや、もう時戸さんはもうストリートファイター界の室伏さんだからちょっと緊張してますありがとうございます。そうで、2人の共通点がありまして、まあ、僕が、やってるアリバイとしてやらせてもらってるストリートファイター5、ケインさんもやってるんです。本当にもう子供の頃からゲームと同じぐらい、まあ、スポーツと同じぐらい好きで、もうトレーニングとかやってない時はもうずっとゲームやってました。なんかウィキペディアちょっと見させていただいたんですけど、ホームシックの時にストリートファイターやってたって、はい、そうですね、はい、一番最初日本に来た時18歳の頃、全然友達いなくてずっと部屋でスリートファイター2やってました。あ、そうなんですね。じゃあその頃から。そうですね、やっぱりゲームともうスポーツは一緒ですよね。やっぱりその目標を立てて目標を達成した時の達成感とか、まあゲームによってチームワークもありますし、はい、本当にスポーツ大好きな方は大体ゲームも好きですね。ああそういう方。そうですね、あとアクション俳優はやっぱりみんなゲーム好き、あ、そうなんですね、格闘技ゲームが好きで、やっぱ格闘技ゲームからいろいろヒントをいただいて、なるほどなるほど、こういうコンビネーションがある、ちょっとやってみようみたいな、そういうのをいろいろ。ケンさん、ストリートファイター5の方では、もちろん竜を。そうですね、竜だけしか使ってないです。あ、やっぱそうなんですね。やっぱケインさんといえば竜のイメージ強いですもんね。竜だとでもなんか厳しいキャラクターとか結構ほとんどみんな厳しいただ一番苦手なのは、苦手っていうかザンギエフが一番嫌いですね。そうなんですね。チョンチョン感じた、はい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 、あれがもう頭にきます、ね、割れながらもあれだけこれだけで倒れるのはもうちょっとチョンチョンパンチでなんで倒れるみたいな感じなるほどなるほど。あ、そういえばヒットボックスでやられてますよね。そうですね。俺だって昔はゲームコントローラーでやってた。あ、そうですね。で僕アケコンやってましたけど、はいはい、それを最初やったら皮がずっと出てます。でみんなから今の流行りはヒットボックスですよ。慣れる前にもうヒットボックスじゃ変えようかな。あ、なるほど。それで、はい、すごい、新しいもの好きっていうか、そういう変化になんていうか割と。なんかチャレンジングな、結構難しいと思うんですよ、ヒットボックスって。そうですね、でも結構もう僕、スポーツと一緒で、すぐ一番いいもの、流行ってるものを先に買って、それで道具から入ってくるんですよ。あ、だからこれは私もそのタイプなんで、あ、そうです、はい、スポーツもやっぱ靴とか、今のそういうの、いろいろ、やっぱりウェアとか、筋膜リリースとか、いろいろそういうのが全部もう道具から入ってくるんですよ、ね、そうなんです。アケコンとヒットボックス、今プロで割合ってどういう感じですか、使ってる。今は多分ゴボゴボ半々ぐらいになってきたと思います。昔はやっぱりそのアケコン、はい、ゲームセンターがアケコンでしかプレイできなかったじゃないですか、はい、そうですか。それでアーケードでやってた流れでずっとレバーだったんですけど、はい、今やっぱりそのレバーレスコントローラーとかはやっぱ前と後ろ両方入れる、両方入力できるとか、いろいろできることが多いので、
っぱみんなプロになって勝たなきゃいけないってなるとそっちに、どれぐらいでもそのスティックからヒットボックスに移るとどれぐらい慣れるまでどれぐらい時間かかるんですか。僕は半年やってようやくそのレバーぐらいに強さ追いついてきた。で今2年経つんですけど、未だにちょっと昇竜拳が出なくて、ね、昇竜拳あんまり出ないんですよ。今回の企画はこちらです。ケインさんにアドバイスいただいてベンチプレス100キロを達成したい。ケインさんといえばこの服の上からでも分かるパーフェクトボディでございます。でもちろん筋トレにも精通してらっしゃいますので、アドバイスをいただきながら何とか達成したいという企画でございます。それでですね、まずは、はい、ベンチプレスで100キロというと、はい、どのぐらい の, その難易度になるのかという、僕はちょっと未だに達成できてないんですが、もう本当に、はい、一つの一番大きな壁ですね。ストリートファイターはどのぐらいなんですか。もうちょっと上かなと思います。プラチナダイヤモンドぐらいになるのかなと思います。ただ、はい、毎日やっぱり続けていけばいつかは達成できるんじゃないかなと思うところでは、スリートファイターゴール、あ、プラチナダイヤいけるんですか。いや、いける。毎日やって1年2年ぐらいかかっちゃうかもしれないですけど。そっか、まあベンチもそんな感じですね。やっぱり僕も一番最初に100キロ上げた時は19歳かな、19歳だった。あれ結構もうずっとやってました。あ、ベンチのトレーニング。そうですね、やっぱりベンチプレスは男性は特に100キロがかっこいいのはそのプレート2枚ですよね、はい、あ、そうです、20キロのバーに20キロプレート2枚ずつ、ね、ジム行ってカンカン、その音でみんなこう一瞬で見るんじゃないですか。あら100キロじゃん、すぐ分かる。 それがかっこいいんですね。バイト上げられるのかって。そうですね、僕の記録ですか。私は今のところ90でございます。おー、90、そうですね、90から95で95から100はもう本当に一番大きな壁ですね。すごい時間かかるんですけど、100一回行ったらもうパンパンパンって105、105、110とかいけるんです。あ、そうなんだ。まあ、メンタルもちょっとあります。あー、そうですね、100行けたら多分そう、なんか前向きにそうですね、なんかいけるかもしれないです。ケインさん、もう100は、はい、あ、100は大丈夫です。あ、100はもう一応減量中だと思って。あ、そうですね、一応今までのマックスが150ですね。でも40代入ってから140キロは減ってます、はい、で僕がですね、はい、普段やってるトレーニングなんですけど、はい、基本的に、1日1部位、胸の日なら胸、はい、背中の日なら背中で、はい、で大体なんか、5日ぐらい空けてやる、やるっていう感じで。ベンチは1週間1回、まあ、大体1回とか6日に1回とかになるんですけど、それだと どうなんでしょうか。あ、そうですね、それだと結構時間かかりますね。あ、そうですね。まあ、例えばベンチ1回だけマックスを上げたい場合はやっぱり週3回とかで、まあ、マックスが90だったら、ウォーミングアップで60キロを 3回から5回やって、でそこからもう70キロをもうできなくなるまでやります。はい、それを5セットですね。はい、だから本当に追い込まないとなかなかマックスが上がらないですね。はい、じゃあ本当に上がらなくなるまでを、そうですね、ちゃんとセットやると、はい、それやるともう本当に2ヶ月で多分マックスが相当上がると思いますね。なかなかそれは試してなかったので、ちょっとそちらもね、はい、参考にしつつ、まあ今日上げたらね、まあ、今日上げたら今日上げたら、まあ、110目指してね、それでやればいいので、はい、ちょっと取り入れてやらせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは、はい、ケイさんのお手本を見せていただきますか。はい、大丈夫です。早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではウォーミングアップも終わりまして、ケイン先生に100キロお手本を見せていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。
私が補助で一応入らせていただきます。すいません、よろしく。じゃあ100キロいきます。はい、おお、軽々とですね、やはり。あ、軽々とですね。だいぶ余裕を持ってやっぱり上がるものなんですね。そうですね、まあやっぱ待つ140になると結構、そうですね、100は多分大見なさんの、そうですね、60とか、あ、70ぐらいの感覚で上げてるんだ、すごいな。一番上げた時は100キロ20回、3セットとかできました。はい、すごいな。でも、絶対いけると思う。はい、一回超えればもう。ちょっと今、目の前で上げていただいたんで、自分もできるんじゃないかなと思って、はい、まずは軽い重量からいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、なんとなく頭の中で、これ100キロじゃないと考えたら、結構いけるんですよね。だから90がマックスだったら、これ 92.5 とか、95で。飛び箱の時も結構ずっとやってました。22段ですか。22段の時は20、これまだ21、21って自分に言ったら。まずは30キロで、まあ、5、6回上げてウォーミングアップしていきたいと思います。これはさすがに楽勝でしょう。それ通りだね。これ上がんなかったらちょっといや、いい感じ。あ、もう綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。いきます。70キロです。おお、ナイス。よし、え、待って、これで90。これ上げないとな。これ90。いけます。もう一回です。時間がある。時間を見ていた。やっぱり自分のマックスってずっと思ったら、結構メンタルにいきますし、それよりやっぱりこれは80キロに、イメージして、これ80キロやっぱり力んじゃうんですね。ああ、これマックスって。だからでもそのちょっと手前ぐらいだったらもう本当にバーってすごいいけるんですので、ぜひ。わかりました。リラックスして挑戦してください。ケインさんを前にリラックスするのがちょっと変かもしれませんが、いや行きたいと思います。よいしょ。いける。あ、ナイス。なんとか。いや、ナイスは。もう全然触ってないですよ。どうですか、90。重かった。いや、なんか家で上げるのやっぱ重く感じるな。スタート位置が違っても全然負担がかかりますし。あ、そうなんですか。はい、だから家の方はもうちょっと高い。もうちょっと高いです。ああ、それは多分ありますね。だから こっからもう一回押すじゃないですか。その力もちょっと使ってるから。で、そこからゆっくり下ろすとかなりきついですね。はい、90キロは本当になんとかギリギリ上げられたということで、
今の調子だとさすがに100はまあ無理でございますので、今回、ケインさんにご協力いただいて100の景色だけちょっと、はい、味わさせていただきたいと思います。今後の糧とさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。100か、まず上がるのかな。ちょっとラックアップだけ、ラックアップ自分でやってみます。はい、どうですか。ラックアップはなんとかですね。オッケー、じゃあ一回押します。オッケー、ゆっくり、はい、はい、はい、あれ、いや僕いやちょっとだけですよ。だいぶサポートしてる。ちょっとだけですよ。どうですか。なるほど、これ100なんだ。90と100の違いでどうですか。90と100の違いはかなりやりました。かなりやりました今。そこからラックアップだけでも。ストリートファイター5だとどういう感じですか。ストリートファイターシルバーとプラチナの違いみたいな感じですか。そんぐらい違う。年内には、はい、ケインさん の, あのアドバイスの練習方法、そうですね、週3回、はい、で、あの本当に70キロもう本当にできなくなるまで、はい、5セットやればもう本当に多分2ヶ月でいけると。あとたまに調子良さそうな時は本当に一発一発 92.5 とか、あ、マックスにもチャレンジ、あ、もうそうですね、つつたまにやっぱり重いウェイトをどんどんあの慣れた方がいいから、もう今みたいにもう100キロラックアップだけでもそれをやるだけでだんだん、あ、これいけるいけると思うかもしれないですね。なるほど、はい、じゃあ週に1回ぐらいはちょっとチャレンジしながら、あ、もうぜひ中3でやるっていうので、あ、そうですね、なるほど、はい、そちらの方でちょっと鍛錬を積んでいきたいと思います。はい、ケインさんありがとうございました。ありがとうございました。いや、惜しかったですね。今回90、100キロは見えてきました。今回ね、今まではそのマックスっていうものをそんなに意識してなかったんですよ。なんかその体の調子が良くしたいとか、はい、もうちょっとだけ見た目良くなりたいっていうような意識で、うん、その取り組んでたんですけど、やっぱ見た目を良くするにしろ、やっぱ重量っていうのはしっかり意識してやってた方が多分。そうですね、まあ多分目標があるとさらにもっと頑張れるから。まあでも僕も若い頃結構もうウェイト数字ばっかり気にしてたんですけど、やっぱりあの結局100キロ上げる機会はほとんどないんですよね。あの車も上げることもないし、あ、まあまあそうですね、日常生活ですね、普段の生活はないので、やっぱり一番は怪我しないってことですね、はい、いつでもあのスポットが必要だったら呼んでください。家まで行って自宅で100キロ行きましたら、もちろんその暁には YouTube 動画でしっかりと記録したいと思いますので。そしてですね、ケインさんも YouTube チャンネルを新設されたということで、そちらの方も皆さん、チェックの方よろしくお願いいたします。僕の方も今度遊びに行かせていただきたいと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。また。